へえ、ここがスタバか。初めて来たけど雰囲気いいね。ゆずきちゃんの初めていただいちゃいました。よ、よかった。お気に召していただき何よりでございます、ソロ。あの掛け軸も素敵。掛け軸？ほら、あのレジの後ろにある。ん？バー、あれね。そうそう、あれあれ。メニュー表のこと掛け軸って言うんだよな。ギャルの癖して、ギャルの癖してっていうか、なんだとしても聞いたことないのよ。メニュー表のことを掛け軸っていう人、つまり詰まるところのとどのつまり、ゆずきちゃんは唯一無二の存在、人間国宝ってことなんですよね。それにしても、まさかこんな身近に茶道を楽しめる場所があるなんて知らなかったよ。茶道？え？とぼけなくても、うちだってそれくらいわかるよ。だってこれ、抹茶でしょ？抹茶クリームフラペチーノのこと抹茶だと思ってるんだよな。ギャルの癖して、間違ってはないんだけどもね。抹茶は抹茶だけども、その実、クリームフラペチーノが本体の抹茶なんですよね。言うなればヒゲダンみたいなもんなんですよ。オフィシャルヒゲダンディズムとか名乗ってるくせに全員ヒゲ生えてないのと同じように、抹茶クリームフラペチーノは抹茶と名乗ってるけど抹茶じゃないでありんす。アンオフィシャル抹茶ディズムなんす。うん、抹茶だね。抹茶クリームフラペチーノ。それじゃあ、早速いただきますか。そっか、抹茶を飲むときは先にお菓子を食べるんだったね。いただきます。茶道の作法やんだよな。ギャルの癖して見事なお手前が過ぎるって。知らなかったよ、抹茶飲む前にお菓子食べるみたいなマナー。みずきちゃんってば、ティーならぬ、ティーを極めし者、帝道師匠なんだよな。足を一番弟子にしてくれませんか。美味しいね。美味しいよね、スタバのお菓子。美味しい。マジで美味だわ。それじゃあ、抹茶の方もいただきますか。茶道の作法やんだよな。ギャルの癖してパート2だとは思いましたけどね。アンパンマンと同じくらい分かりきってる展開でしたけどね。そのお約束がいいんですよね。ちゃんとクリームフラペチーノの抹茶のごとく左手でカップを持ち、右手を添えて2回回して飲むなんて。うん、何これ。出てんだよな、ミルちゃんだから。口についちゃってるのよ、クリームのおひげが。そんなことある？いいな、エビバディセイないだろ。イエス、ないのよ。だって蓋ついてるんだもん。本来クリームをダイレクトに口につけることはないんだもん。それなのに抹茶の飲み方して口ひげ生やしちゃうなんて、そんなのもうオフィシャルヒゲギャルディズムや。ねえ、やめち。はい、どうしましたでしょうか。これさ、はい、美味しすぎる。多分これ流行るよ。流行るとかないんだよな、スタバだから。なぜっても当たり前の存在ですからね。もはや流行るとかないんですよね、みんな知ってるから。でもみずきちゃんが言うならそれはもうトレンドですよ。少なくとも私の中ではそうですよ。ええ、茶道界に革命が起きるね、こりゃ。起きないんだよな、茶道じゃないから。でもみずきちゃんが望むのなら起こしますよ、革命。少なくとも私はその革命軍の志願者ですよ。ええ、とんでもない飲み物を教えてくれてありがとう、やめち。いえいえ、喜んでいただけて何よりです。とも、それよりみずきちゃん、それん、あの口にクリームが、あ、はず。てけんだらなんだよな、オフィシャルヒゲギャルディズムだから。うちもまだまだ修行が足りないね。やめち、お手本見せてよ。お手本？あ、ですね、まずい、私茶道の作法なうちらない、ごくごく普通のオタクだから。というか、ここスタバだから茶道の作法を気にする必要なんてないはずなのに、一体どう切り抜ければ。もしかして茶道をやったことない？あの、はい、恥ずかしながら。何も恥ずかしくないよ、いつも飲んでるみたいに好きに飲んでよ。え、でもマナーが。マナーなんて気にしないで。マナーを人に押し付けるなんて、それこそマナー違反でしょ。発見だなんだよな、みずきちゃんだから。あー、みずきちゃんと隣の席のお宅でイレブセ回線でよかった。君は綺麗だ。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。期間限定のスタバのフラペチーノ、何が好き？私はイチゴかな。また次の動画で。